皆さんはじめまして、アーブインです。ご視聴いただきありがとうございます。このビデオシリーズでは皆さんにデッレ・ベネチエの素晴らしいピノグリージョを紹介していきたいと思います。突然ですが問題です。世界で一番ピノグリージョを生産している国はどこでしょうか？ピンポン、正解です。イタリアです。具体的にはデッレ・ベネチエというワイン産地です。デッレ・ベネチエはイタリア北東部にあるベネット州、フリウリ・ベネチア・ジュリア州、トレンティーノ州の総称です。この3つの州はイタリア全20州の中でも気候や土壌が特別にピノグリージョに適していて、爽やかで喉越しがいい、果実味が豊富でお料理とも相性のいいピノグリージョが作られます。ピノグリージョは白ブドウなんですが、貝がピンク色をしています。実はピノノワールとも関連がある品種なんですよ。スタイルの幅が広い品種で、軽いものからフルボディのものまであります。フルーティーで爽やかでジューシーな味わいのワインを生み出します。デッレ・ベネチエではワインが辛口のものが多く、単独でもお食事と一緒でも楽しむことができます。次のエピソードからはワインの雑学的なものもお話ししたいと思います。デッレ・ベネチエのピノグリージョの見分け方やレストランでの注文の仕方などをお伝えします。またピノグリージョと相性のいいお料理もご紹介したいと思います。ではまた次回、デッレ・ベネチエ。